お疲れです。お疲れです。何やった？今中塗り、屋根の中塗り入ってます。中塗りか。はい。あ、これまたあれだね、なんかチョコレート色みたいな。そうですね、久しぶりすぎて。久しぶりだな。現場動画最近撮ってほしいってみんな言うで。あ、ちょっと撮っとんだけど。それです、ね、これ今シーラー入れた状態だね。はい、入れている状態です ね。ちょっともう乾いちゃってるんですけど、うん、屋根の塗装もあんまり取らないで。そうだな。今こんな感じですよ。今ちょうど屋根で言うと今まあこんな感じだね。もう こっちも全部シーラー入ってるだろこれ。で高圧洗浄するんで、こうやってもうなんかベロベロにめくれた感じになってますけど、これが今だってカラーベストの屋根の状態ですね。これじゃあもう洗浄するとブワーってめくれるんだよな、ある程度。もう結局傷んどるもんで、傷んどる部分が全部めくれてくんだよな、これ全部な。この状態。え？真っ白になっちゃって、もう色が全然。もう色が全然入ってない。毛がもうぎっしり詰まってる屋根だったね、うん、今回。でこんだけもう措置っていうか、もうその元のものがむき出しになっとんだよな。そうです、ね。この状態だとこういうのが反ってきたりだとか、うわーするんだよな。うん。久々に俺も屋根上がったな。なんか風がちょっと今日強いですね。強いな。声拾ってないかもしれないな。最近俺出番ねえなと思ってたの。いや、結構もう見る方が楽しすぎて。いや、もう社内は結構な、みんなドッキリとかでも面白いって言ってるもんな。いや、面白い。でもレベルがだんだん上がりすぎてやばいと思うね。どう結構面白いんだけどな。視聴者はやっぱ現場見たいな。おお。うん。いや、まさか現場にあんま来るとは思ってなかった。現場に今もうドッキリ続きなんで、現場に来ると思ってなかった。最近現場来んな。全然来んな。どうどうに来へんなって。カメラマンがいないんだわ。あ、視聴者にも。だって俺映れへんじゃん、カメラマン。そうです、俺自分が映りたいもん。そうですね。カメラマンいない、はあ、来年からまた来るかな。来年からですか。美人カメラマン。あ、マジマジ。結構かわいい。もう採用決まっとるんですか。おお、決まっとる。動画も出ていいって言ったら、それ一番いい。まあいいって、屋根の回転しろって。はい。後ろ気をつけろよ。はい、後ろ、はい、隙間が落ちるって、うん、よく言うけど、あのタッペーサーってよく言うじゃん。あ、はい。これね、これ見てもらうと分かるんですけど、そんだけコミックやってもこう隙間空いとるんですよね。これもいちいち入れる必要ない。結局タスペーサーというのはあの隙間開けるためのものだと縁切りっていうだけなんだな、うん、そうですね。だって買ったナイフ入れても別に問題ないんだけど、基本それでいいんだ。あの上入れたらもう全部割れてまうじゃん。結局こういうところ全部浮かしちゃうもの、こうやってな、はい、ここに刺すんだよな、確かな。そうです、ね、この間に刺すんで、こういうところ乗れば、それは割れるわね。これがタスペーサーなんです。はいはい、ああありますね。そうです。これ刺すとやっぱり経年劣化した時に割れちゃうんで、あんまり僕らはお勧めしてないです。はいはいはい、もう結構本当割れてるんで、もうやるところは。そうですね。そうなんです。これがもう大体助けたかってた箇所です。あらららがもう割れちゃってます。へえ。なんであんまり良くないです。完璧割れます。うん、で今回割れんで、もう次の会社がやると助けたなんかもう、そうです、絶対みたいな感じだよな。もう入れるところも少ないと思うけど、うん、で一時期さ、ホーハンとかが入れるんだわ。そういうなんか金取れるじゃないけど、で1個いくらかあれも知れてるから。でも屋根全部入れたって5000円ぐらいで入るわけな。そうですね。で1日で終わるじゃん。は、終わります終わります。うん、そんな月誌ではあんま入れないんで、うん、基本的には入れない方がいいと思います。だ声がちっちゃいっつったもん。あー、そうだよ。大きい声しゃべらんないよ。いや、マジ声がかかるぞお前。どこでやめとんのかお前。怖いです怖いです。この感じきましたね。この感じきましたね。声跳ねーみたいな。厳しい感じきた。はい、じゃあまあ今日は屋根の上で従業員いじめてみました。こんな感じです。うん、もう本当にね、結構こんだけ、これで14、15年、材料にもよるでな。そうですね、材料こんなじカラーベストでも、はい、材料で全然痛みが違うしな。違います、ね、場所とな。はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ今回は屋根の上で久々に現場動画撮りました。はい、チャンネル登録といいね、ぜひお願いいたします。また見てね、また見てね、近いっす。
。